東京株式市場の日経平均株価はアメリカ経済の先行きへの不安が和らいだことや円安の影響もあり、およそ2ヶ月ぶりに2万8000円台を回復しました。23日の日経平均株価は前の日の終値から816円高い2万8040円で取引を終えました。7営業日連続の値上がりで1月18日以来およそ2ヶ月ぶりの2万8000円台です。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会の金融政策の見通しが明確になってきたことや、堅調な企業業績でアメリカ経済の先行きへの不安が和らいだことが要因です。1ドル121円台になっている円相場も、円安が輸出企業の業績を後押しするとして電気や自動車をはじめとして幅広く買う動きが進みました。